吉田さん、どうも連絡ありがとうございます。有料級って、ね、よく言いますよね。有料級っていうのは、なんかね、不思議な言葉で、無料なのに有料級？ん？有料級なら有料にすればみたいなね、曖昧なところがあります。うん。有料級っていうことはどういうことかっていうと、例えばね、なんか無料の動画を私も送りますよね。で、動画を送られた方が、これむちゃくちゃ有料級じゃないですか、ただでは申し訳ないですよって言ってくれるんですよ。じゃあ2万くださいって言ったら払わないですからね、不思議ですよね。まあ速稼塾にね、入ってくださる方が結構いるんですけどね。まあだからあれでしょうね、私も山口陸シリーズで吉田さんが私に仕掛けた時にね、無料の動画でまずサービスを体験して、私はね、これだったらお金払った方がいいなっていうふうに、もう本当にそんな思いに駆られてましたんで、塾が成立された時にもういち早く購入しようとは思ってました。お金の問題は後で考えようと思ってね。本当に毎日お金がなかったんで、10万円の商品でも買うのは結構きつかったです、当時ね。でも私はね、こういうふうな思いがあったんですよ。吉谷さんとは今度逆の視点でね、このスマホアプリっていうライブ放送やスクールを生かしてね、自分を有名にしてやろうと思ったんですよ。だから10万円を無理して払ったし、その後の例のね、ヒルズ塾も30数万、40万くらいで入りました。ね、このコンテンツを通じて、このライブ放送とか購入者っていう一つの軍団のマーケットですよね。だから同じ商品を買っているというマーケットですよ。でそこに対して私はいつも自分の名前を呼びかけて、で他の人に久保哲郎っていう人間がね、広島にいるらしいっていうふうに認識させてね、で番組に出ちゃろうと思ったんですよね。山口陸スマホスクールのサポートライブに自分も出ちゃろうみたいなね、自分自身が出れなくても質問で絶対出てやろうと思ったんですよ。そしたら山口さんも広島の久保っていうのはね、嫌でも認識しますよね。で吉谷さんもまたこの人なんかやってきてるわみたいな感じで認識しますよね。だから結局私はね、スクールに入った生徒のようであって、実は広告活動に行ってたんですよ、あの時はね。やっぱりそうなんですよね。吉谷さんもお察しだと思いますけども、私は何でもそうです。何か商品を買う、どっかのスクールに入る、コミュニティに入る、全部自分の宣伝活動のためなんですよね。自分が有名になるため、今だったら速稼塾を知らしめるため。だから他の人の動画に出かけていって、そこで久保哲郎っていう人が私の動画に来ましたみたいなことを言わせるっていうね、そういうね、姑息な作戦を取ってますけども、でもこうやってね、交流 SNS っていうのは広がっていくんだと思います。その中で自分のことをしっかりと伝えることができる方、自分を紹介できる方、自己紹介ですよね。で、自分のコンテンツや塾を紹介できる方、そういう方が結局次の有料級のフェーズに入っていくんだろうなと思いますよね。で、発信が弱いとね、いつまで経っても無料級のものしかできないんですよ。有料のつもりなのに無料にするということも起きてきますし、私は価格っていうのは4種類あると思ってね、こういったデジタルコンテンツの価格っていうのは、まずは見てもらう、受け取ってもらうためにお金を払わなくてはならないもの、これ見てお金払うからとかね、これクリックしてお金払うからみたいな感じのものがあるんですよ。これは続かないですよね。だからこれが広告っていうものだと思います。お金を払って見ていただくっていうやつですよね。で、2つ目が無料で見ていただけるもの、お金はいらないよ、ただしお金払わないけども0円でこれを見たい人見てってやつですよね。だからこれが多くの方が感じている無料のコンテンツだと思いますけども、その下にね、さっき言ったようにお金出さないと見ていただけないっていうフェーズがあることを多くの方は忘れてるんじゃないかなと思います。で、3つ目のフェーズは、少しお金いただくけども、お金払ってくれたら1000、2000円、1万円払ってくれたらこれはあげますよっていう風な低価格コンテンツですよね。吉谷さんの得意なやつですよね。で、あと高額コンテンツ、もう直結するやつです。自分のあらりに30万、50万っていう商品をボンボンボンと出していく。で、30万、50万の商品を出す前に、本当にね、無料のものとか定額のものを出していく。少なくともお金を払ってみてっていう第一フェーズのものはもうその時には高額商品を売る時にはもうないですよね。なんか無料オプトインみたいなのありましたけども、結局あれもバブルを迎えて崩壊して、今ね、川本さんぐらいしかやってないんですよね。川本さん毎日送られてきますよ。あのぐらい突き抜ければ別なんですけども、多くの方はオプトインの波が去った時にオプトインをねやろうと思わないですし、アフィリエイトセンターも一気に消えてきましたよね。結局不動なのは A8 ネットとかAFB とかね、バリューコマースとか、あの辺の大手サイトなのかなと思いますよね。だから ASP ですら消えていくんですよ。 ASP っていうものがパックで販売されていたっていう時代もありましたけどもね。なんか100万で ASP を販売しますみたいな、あれ買わなくてよかった。 ASP っていうかね、オプトイン自体がなくなっちゃったみたいなね。
歴史は繰り返すって言いますけども、このオプトインは繰り返さないですよね、きっとね。細々と残存者利益で残っていくところあると思いますけども、まさにね、有料級の動画っていうのは有料級なわけであって、単なる無料のもの、そして無料のものと本当に有料のはずなのに無料に一瞬したものが混じっていってしまって、もう何が何だか分かんない状態だと思うんですよ。だからね、私はね、自分の戦略としてとりあえず出し惜しみなく出す、もう空っぽになるまで出す、出し尽くす、その上で、共感してくださった方とか、私に可能性を感じてくださった方が、何か速稼塾っていうのは何でしょうか、どういうものなんでしょうかっていうのをお問い合わせいただいたら、速稼塾の紹介をするみたいな感じでね、これからもやっていこうかと思います。速稼塾ありますよと、儲かりますよって進めるもんではないと思うんですよね、私はね。まあ、それは今までもずっと同じスタイルでしたし、吉田さんもいつドリブアカデミーで売ってるのかわからないけど売れてるというね、これなかなかユニークですよね、我々はね。これがだから新しい時代のビジネスなんじゃないかなっていうふうに思いますし、もうすでに新しい時代入っちゃったんで、今現在進行形のビジネスなのかなと、だからプロダクトローンチなんてね、もう古いですよね。あんな誰もやってないみたいじゃん。プロダクトローンチを悪用した結果、プロダクトローンチをやっていた人もできなくなっちゃうみたいなね、そんな形のことが起きております。当時の有名人一体どこへ行ったんでしょうかみたいなね、そんなことが起きてますけどね。はい、ではもうどうもありがとうございました。11月4日ですね、もう明日、早いですね。明日っていうか大統領選がもう 3-4 と決まりますんで、その後本当にね、ドル安に向かって円高になるんでしょうかってところもあるし、とにかく今はね、国際とか政治から目が離せないかなと思います。感染症もやっぱり一緒に来てますからね。はい、というところですかね。まあ狭い世界で生きておりますんでね、勘違いばかりです。ありがとうございます。